テラーミンネ29とは、金属製、円形のドイツの対戦車時代である。軍に最初に配備されたのは1929年で、ドイツの防衛計画では、年間6000個を購入するというものだったが、1931年1月、購入計画を早める決定が下され、61,418個が発注された。1937年、 テラーミーネ35の配備に伴い、本地雷は訓練に用いられることとなり、大多数が倉庫に送られた。この地雷は、第二次世界大戦中、限られた数が投入されたに止まり、特に D で5のフランスで、連合軍兵員がこの地雷に遭遇したことを報告している。本地雷は3個の ZDZ29 新艦を用い、 普通は 125kg の荷重で起爆するよう調整された。ただし、わずか 45kg の荷重で作動するよう調整したり、あるいはトリップワイヤー新管で作動させることもできた。この地雷には2個の予備新管口が付けられており、処理防止装置を設けることができた。訓練用地雷としての名称は T29 であり、これも量産されている。 本地雷は発煙用の取材を充填し、演習に沿った穴から煙が排出された。トママイナス3地雷やトママイナス4地雷など、幾種類かのユーゴスラビア製地雷は、基本的な様式をこのテラーミーネ29からコピーしている。ありがとうございます。